はい工房説の長田でつくさびと書いて説と呼びますはい材料紹介いきたいと思いますまず左手ねはいピンクアイボリーですねまあ木あるやつもありのうんまあちょっと木ありますねうん綺麗ですねはいえー、っとああこっち側見るといいですねうん たペンにするとめちゃくちゃ出るってやつではないんですけど、はいまあ、1ペンシルだと1万3,0004,000ぐらいになるやつですかねはいえー、っとピンクアイボリーもあんまりいいのがないんでまあとなかなか大きいやつでは買えないので、はい、こんな感じでコッパのやつを買ってくるんですけどほんと高くなっておりますがまあピンクアイボリーはやっぱり色命ですよね木より色が命、はい まあなかなかいい色うん薄いやつはやっぱりね薄くなっていくし濃いやつは濃くなるそのどっちに売れるかわからないぐらいのね綺麗なやつを求めるんですけどまあ、まあ、まあまあまあなやつですもう完璧っていいやつはなかなかないんですけどまあまあなやつですねはいまたピンクアイボリーも削っていきますはいえー、っとクリパね クリッパには重くないやつがすでに申し込みがあったと思うので少し持ってきてるかなはいまあこっちはデルタさんですかねはいそしてこっちが黒色ピントが合わない大丈夫かなはいえー、っとはらんだブラジリアンローズウットですねはいまあ色をあせてくるとこうやって島が見えると思うんですけどもわりかし真っ黒こっちは見えるな ほったらかして何十年ってってるんですけど2 3 0年ぐらい経ってるとこうやってね薄くなってね島が見えてくるんですけどねはい島なんとなく見えますかねカメラでもでもね削るとこんな真っ黒なんですよ、うん、まあ何年後かオイル塗るとねあんまりねその色が 薄くならないっていうのか、うん、紫外線に当てといたこがやっぱりなるんですけどまあ一日当てたぐらいでこんなことになるのでやっぱり何十年まあ十年とか使っていただくとねあの手の油だけだと割がしいいんですけどね燃イル面ですしずに使っていただければこうやってだんだん島が出てくるやつらですねはいまあなかなかあの固定の時に出したようなねあんなあんな ブラジリアンローストそうそうないっすよ本当にないっすようん、まあ、こういう塊、まあ、こういう芝生とかいろんな形でねあのまだまだ日本国内で出回るんですけどもまあこうやって綺麗だな島だなと思って買うのはいいんですけど削ったらこんなもんですようんただまあ楽器楽器ですよね楽器使う方はこうやって黒ければ黒い方がいいっていう方 多いですあのうーん100%っていうわけではないんですけども、まあ、そう言われる方が多くて黒いですかねあの人気なこともありますね指板とかでもそういう感じですねはいまあそんな感じでピンクアイブリーまたブラジリアンローズとはからんだうんはいこちらの方も削っていきたいと思いますいや いいっすね、うんでもね削った時にワ、うん、見えないのはちょっと寂しいんですけどもまあね育てるっていう意味で長年うんそうね花梨とかねブライヤーとか、まあ、色濃くやつ濃くなってね楽しむやつもあるんですけど長年使って色を薄くしてワを楽しむこれはちょっとローズウトッの一部うん。 まあインドローズとかもそうですし、えー、どホンジュラスローズウッドそしてブラジリアンローズウッドこういうふうに薄くなっていく濃くなるやつの筆頭はねココボロあいつは逆なせるあれもローズウッドの一部一種なんですけどもあれだけはね使えば使うほど濃くなる、うん、最初本当にオレンジっぽいやつとかね赤っぽいやつとかいろいろあるんですけど最終的にはこういう真っ黒になるんですようんそれはそれでまた面白いんですけど ローズウッドといっても同じ変化をするわけではない、まあ、ピンクアイブリッキングとはそんなに変わらないかなうんはいまあそんな感じではい、まあ、またいろんな木ございますので、はい、イベントに来ていただいてね見ていただいて気に入ったものそしてまあこうやってね材料紹介こういう状態から見ていただいてああっていうふうにまあ僕の説明でね あの興味を持ってくださる方が本当に増えていけばいいなと思っております。ではでは、またよろしくお願いします。